2月の第2の日曜日を迎えました1週間の初めの日曜日にこのように神を礼拝することができるそのことを 改めて感謝をしたいいと思いますこの礼拝を通して私たち1週間の歩みがより豊かなものとなりますように心から願いをいたします今週の水曜日2月14日になりますけれども教会のカレンダーでは「拝の水曜日」。イエス様が 十字架に向かってその歩みを進めていくそのイエス様の苦しみを覚える受難節にこう入ってまいります今年は3月31日がイースターということになりますこの受難節の時にイエス・キリストのその十字架に向けた歩みを私たちは覚えていきたいと思います使徒言行録を読んでおります この使徒原稿録は、教会の最初の姿が描かれています。イエス様が十字架につけられました。そして墓に葬られて、三日後に蘇ってくださいました。蘇られたイエス様は、弟子たちと共に40日間過ごされたのであります。その後に、神のもとに帰られました。 それから10日後に神のもとから聖霊が下り、この弟子たちのもとに注がれました。聖霊を受けた弟子たちは、聖霊の働きによってイエス・キリストの十字架の意味、この救いを知ることができました。その弟子たちによって福音がこう語られていく。 教会の働きが進んでまいりました。多くの人たちがイエス・キリストのことを信じ、洗礼を受けられて、教会の群れに加わってまいりました。最初の教会の様子を見ると、その著しい教会の成長をこう見ることがこうできるわけです。その一方で、教会の活動に反対する人たちが、 出てまいります。ユダヤ教の指導者たちであります。使徒圏公録のこの6章のところでは、教会にある問題が起こりました。でその解決のために、7人の者がこう選ばれたわけであります。その中の一人が、ステファノという人でした。ステファノは、精霊に満たされて、 このイエス・キリストの福音を伝えていきました。素晴らしい働きを行ったのでありますけれども、このユダヤ教の指導者たちがステファノを捕らえて彼を最高法院にこう連れて行って、そこでいわゆるこのまあ裁判というか、このまあ審判がこう始まるわけであります。その反対者である このユダヤ教の指導者たちに対して、ステファノがですね、まあ自分が信じるイエス・キリストの福音というか、この神の恵みを語ってまいりました。神の恵み、それは旧約聖書に表されているイスラエルの人たちの救いのことであります。アブラハム、イサク、ヤコブ、それからヨセフ、 モーセと、その一人一人にこう、神がいかにこう救ってくださったか、恵みを与えてくださったのかを、このステファノは語り続けてまいります。一つ一つに神様の豊かな祝福がありました。ところが一方で、この説教の後半からステファノは、 このユダヤ教の指導者たちに対して、神の恵みがイスラエルには豊かにあったけれども、あなた方の先輩たち、そしてあなた方はいつも神に敵対をしていると、罪を犯し続けていると、はっきりとこう書くわけであります。この使徒言行録の七章の ステファノの説教の言葉一つ一つ、特にこの後半の言葉は非常にですね、厳しい言葉が記されてまいります。七章の五十一節から五十三節までのところでありますけれども、その中にはですね、厳しい言葉がこう書かれています。カくなで心と耳にかつれを受けた、受けていない人たち。 あなた方はいつも精霊に逆らっています。あなた方の先祖が迫害しなかった預言者が一人でもいたでしょうか。彼らは正しい方が来られることを予言した人々を殺しました。そして今や、あなた方はその方を裏切る者、殺す者となったのですと、こう、はっきりとこう指摘するわけです。特に最後の、 あなた方がその方を裏切る者、殺す者となったと、はっきりと告げているわけですね。もう激しく、このユダヤ教の人たちに対して、その彼らの本当の姿というか、罪をこう明らかにこうしていく、その姿がこう、まあ書かれているわけです。 そして今日が、この七章の五十四節から六十節までのところでありますけれども、このステファノの殉教ということにこうなります。まあこれは、教会の初めての殉教者という、まあことにこうなるわけですね。教会の歴史の中で、この殉教者というのが、 そその時その時時に起こりましたこの信仰を持ってこう命を落としていく、まあ、その姿っていうかその彼らの心というのはどういうものだったのかというのがこの七章の54節から60節の言葉の中にこうよく出ているのではないかとこう思うんですね。でこのステファノの殉教のところで ユダヤ教の指導者たちの姿と、それからこのステファノの姿、その両面を私たちは見ていくことができると思うんですね。ステファノから厳しい言葉を語られたユダヤ教の指導者たち。彼らがどういうふうにステファノを見ていたのかが54節以下のところにこう書かれています。 ちょっと見ていただければと思いますけれども、人々はこれを聞いて激しく怒り、ステファノに向かって歯ぎしりをしたと。まあこういうふうにこう書いてあるんですね。激しく怒り、歯ぎしりをしたと。まあこの、ユダヤ教の指導者たちのこの姿。この激しく怒りとか歯ぎしりというまあ、 この言葉をこう調べていきますと、このまあ人の心がこののこぎりでこう惹かれると。まあそういう意味があるのだそうです。私たちの心がのこぎりでこう惹かれていく。その様子を描いているとこういうわけですね。そして、ステファノはある言葉をこう書けますけれ、書けますけれども、57節のところを見ていきますと、 人々は大声で叫びながら、耳を手で塞ぎ、ステファの目がけて一斉に襲いかかり、五十八節、都の外に引きずり出して石を投げ始めたと、まあ。こういうふうにも書いてあるわけですね。この石を持って投げ始めたとこう書いてあります。まあこれは、神を冒涜する者は、 この石で打ち殺さなければならないと旧約聖書にこう書かれているからであります。まあよく言うこの石打ちの刑ということなんですね。この様子を見ますとセバファノは連れて行かれて都の外にですね、まあ、崖からこう落とされてそこで上からこう石をこう投げつけられる。 その姿がここには描かれています。人々の激しい憎しみ、怒りをこのステファノにこう向けている。そしてその石でそれをこう表している姿がこう描かれています。そしてステファノはやがて息を引き取りました。ステファノはこう言って眠りについたと、この最後の言葉でこう書かれてこういるわけですね。 このユダヤ教の指導者たちの激しい憎しみというか怒りというかそれがこのステファノに向けて語られている。で、このユダヤ教の指導者たちの心というか彼らはおそらく少しの疑いもなく自分たちは神様のために 正しいことをしているんだと。目の前にいるこのステファノは、髪の名を汚しているんだと。だから、石で打ち殺さなければならないんだと。少しの疑いもなく、この石を、こう、まあ、打っていると。まあ、そのように、こう、これは私はそう思うんですね。神のために、神の正義のために、 自分たたちはやってていいるんだと、そのようにこう信じていたでありましょう。しかしそこには激しい憎しみこの激しりそういう言葉がこう出てまいりますこの私たちの心の中にあるそのそのものを憎しみというかそれをこうはっきりと描いているように思いますでその一方でこのステファノはこう見ていきますと彼が見ていたのは このユダヤ教の指導者たちではありません。ステファノが見た、いたのは、こう、天におられる、このイエス・キリストの姿を、このまあ、見上げているんですね。五十五節では、ステファノは精霊に満たされて、こう書いてある。精霊に満たされている。そして、天を見つめておられる。神の栄光と、 神の右に立っておられるイエスとを見てとこう書いてあるんですね。ちょっと細かい表現ですけれども、この天を見つめ、神の栄光と神の右に座っているのではなくて、立っておられるってこういう書いてあるんですね。立っておられるというのは、他の箇所を見ますと、イエス様は 神の右の座にこう座しておられる、座っておられるという表現があるんですね。ところがここでは、神の右に立っておられるとこう書いてある。この立っておられるというのはどういう,こう意味をしているのだろうかと。まあ、これはまあ私のちょっと想像もありますけれども、このイエス・キリストはこのステファノニですね、 立って、両手を広げて、我が子よ、私のもとに来なさいと。そう招いている、そのようにこう私はこう思うわけです。神の右に立っておられるイエスを見つめてと。そして、五十六節では、天が開いて人の子が神の右に立っておられるのが見えると。 ステファノも人の子、これはイエス・キリストですけれども、イエス様が神の右に立って、両手を広げて私を招いているのを見えると、こういうふうにこういうこともできるのではないかと。そして、ステファノはですね、あ,あの崖から落とされて、石をこう投げられている間に、 主に呼びかけるわけです。59節のところ。ステファノは主に呼びかけて、主イエスよ私の霊をお受けください。まあ、こういうふうに言ってるんですね。主イエスよ私の霊をお受けくださいと言った。まさしく、この天におられる神の右に あって、こう、立って、両手を開いて、この、スネバ、ステファノの、この、まね、招いておられるイエス様の姿。それから、この地上で、石をこう、投げつけられて、今、その、地上の生涯を終えようとしている、このステファノが、天におられるイエス様をこう、見上げて、主よ 私の例をお受けくださいと。私を受け止めてくださいと。このようにこう、こう叫んでおられる。そして、それだけではなくて、六十節のところですね。それからひざまずいて。このひざまずいてとこう書いてあります。これが、彼は、ひざまずいて。 これは自分自身も含めて、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと、大声で叫んだとこう書いてありますね。このステファノはこの時に、彼らの罪を許してくださいとこう祈っておられるわけですけれども、これはまさしく、イエス様がその十字架の上で祈られた言葉と全くこう重なるわけです。 ルカによる福書の23章の34節に同じ言葉がこう書いてあります。父よ、彼らを許してください。彼らは自分で何をしているのか知らないのですと、こう叫ばれて、その命を、まあ、その生涯を閉じられました。ステファノも、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと大声で叫んだとこう書いてある。 この時に、ステファノは、自分もこう罪人である。彼らと同じに自分も罪人である。自分の罪を許し、また彼らの罪も許してください。という意味で、このひざまずいて、この大声で叫んでいる、その姿。ただここで、このステファノは、 天におられる、この神の右に座しておられるこのイエス様の姿をこう見上げているこういうふうにこう書いてあるわけですそしてここで、まあ、ステワノは殉教していく私たちはこのところを見ると非常にこう悲しい思いをいたします信仰を守ったゆえにその命を閉じなければならないということでありますけれども このところをこう読みましてですね、ま、このことを言っていいかどうか、ちょっと不安もあったんですけれども、私たちが、この人生の最後の時に、それはどういうふうな状態かわかりませんけれども、神を見上げることができれば、天におられる、このイエス様を、 見上げることができれば、私たちは幸いではないかって思うんですね。このステファノのような純教の場面ではこうありませんけれども、ステファノがその生涯の最後の時に、この天におられる、神の右に立っておられるイエス様の姿をこう仰ぎ見る、仰いでいる、私たちも人生の最後、 この世の人生を閉じるときにそのときに私たちがどういうような状態であるかは分かりませんけれどももし可能ならばこの天におられるこのイエス様の姿を仰ぎ見ることができれば私たちはいかに幸いなことではないかと思うんですねイエス・キリストが 天において神様の右にこう立っておられて両手を広げて私たちの私のあなたの名を呼んで誰々よ私のもとに来なさいこういうふうにイエス様がこう招いておられる「シューイエスよ私の礼をお受けください」とこのように祈ることができれば 私たちは本当に幸いではないか。まあこのステファノの殉教の場面と、まあ、こう一緒に重なることにはもしかしたら無理があるのかもしれませんけれどもでも私たち一人一人がこのイエス・キリストを仰いでこうその信仰の歩みを越していく時にその最後の時にですね今や地上の障害を得て あなたの身元へと参ります。主よ、私の礼を受け止めてください。私たちの目の前には、私たちはですね、この手を仰いで、神の右にあって、立っておられるイエス・キリストがですね、両手を開いて私たちを招いてくださる。そういう信仰を 私たちは持ちちたたいと思うんです。私たちがこのイエス・キリストにある信仰を持つことができるそれは本当に私たちにとって本当にこの大切な事柄であると思うんですね。私たちは何を見てその障害を歩んでいくのかもちろん目の前にあるいろんな事柄とのもこ向き合わなければなりません。けれどもそれだけではなく私たちは手を仰いで 神がおられる神の右にはイエスキリストがおられる私たちが行くときにはきっとイエスキリストは立って両手を開いて私たちを受け止めてくださるそういう信仰を私たちは持ちたいと願いますお祈りをいたします神様今日も皆さんと一緒にあなたを礼拝することができまして感謝をいたします ステファノの殉教について見てまいりました。信仰を持って命を落とさなければならなかったステファノのその歩みを本当に私たちは辛く思いますけれどもその,最後の姿を見ながら私たちがこのステファノのようにただあなたを見上げてあなたに頼って歩むことができるそのような信仰を与えてください。 様々な苦しみの中にある兄弟姉妹の上に、またそのご家族の上に、あなたの豊かな慰めがありますように、心から願います。